この動画は後編となっています。まだ前編を見ていない方は、概要欄のリンクから先にそちらを見てください。前回のあらすじ。北海道の真っ狩村にあるトマト畑で拾われた北海道犬のポチ。郵便局員である優しい村上正太郎さんの愛情を一身に受けてすくすくと育つ。正太郎さん優しい。立派な大人の北海道犬に育ったポチは正太郎さんと一緒に配達に行くことに。雪の激しい日も毎日毎日歩き、やがて真っ狩村のアイドル的存在に。ポチかわいいよポチ。しかし、ある吹雪の激しい日の配達で無理をしてしまい、雪山で倒れてしまう。果たして正太郎さんはどうなったのか、一人ぼっちのポチが取った行動とは。一体どうなっちゃったの？それじゃあ後編のお話を始めていくわ。局長さん、早く起きて。雪山で意識を失ってしまった正太郎さんを目の当たりにしたポチは、必死に顔を舐め続けたものの、遠のいていく意識が戻らず、全然目を開けなかったわ。早く誰か助けに行かないと。一方、郵便局では、奥さんと二人の若い客員が、ストーブのそばで温まっていたわ。主人が全然帰ってこないけど大丈夫かしら。外はこんな吹雪になってるのに。奥さんきっと大丈夫ですよ。こんなひどい吹雪ですから局長さんは西田さんの家に泊まったんですよ。そうだといいんだけど。時刻はすでに夜11時、奥さんの悪い予感は当たっていたわ。誰か気づいてくれないの？当時は、電話も行き渡っていない時代だからね。西田さんの家に泊まったのかどうかも判断することができない奥さんは、ただ無事を祈るしかなかったのよ。でも、ちょっと心配ですよね。少し外の様子を見てきましょうか。若い職員の一人が不安そうな奥さんを見て、木の戸を開けて外を見てみると。うわぁ、なんだこの風。局長さん、局長さん近くにいませんか。凄まじい吹雪の中、局員は200メートルほど進んだところで危険だと判断して郵便局に戻ったわ。どうでしたか？いやー風も強いし視界も見えないしで。これならきっと西田さんの家に泊まってるはずですよ。そう？それならいいんだけど。ああ、電話一つないだけでこんなことになるなんて。郵便局から2キロ離れた暗闇の中、ポチは必死に遠吠えを上げて助けを呼んでいたわ。局長さんはどうして起きないの？どうして誰も来ないの？そうだ、郵便局に戻ればきっと誰かがいるかもしれない。ポチは吹雪の中で立ち上がり、郵便局の方角に向かって駆け出し、激しい吹雪に行く手を阻まれながらも走り続け、体に流れるアイヌの血をたぎらせて、吹きつける風をものともしなかったわ。頑張ってポチ。ついにポチは郵便局の目の前までたどり着いたわ。木造の郵便局の窓からはランプの灯りがこぼれていて、中に人がいることを理解し、ねえ出てきてよ、局長さんが大変なんだよ。ポチは必死に吠えたものの、強くなった吹雪の音はその必死な声すらもかき消したわ。早く早くしないと局長さんが危ないんだ。早く誰か来て。ポチは郵便局の前で全身の毛を逆立てながら激しく吠えたものの、郵便局の中から誰か出てくる気配はなかったわ。誰か気づいてあげて。そうだ、吠えてもダメなら。ひぃ、ナナナ何が起きたの？ポチは郵便局の木の扉に何度も体当たりをしたの。早く誰か気づかないとポチがボロボロになっちゃう。誰かが音に気づいて中から様子を見に来てくれることを信じ、何度も何度も体を木の扉にぶつけたわ。ぶつけた体や頭はもうボロボロになってしまい、音で誰も気づかないと悟ったポチは、扉を開けようと木の扉に爪を立ててガリガリと引っかき始めたわ。木がささくれ立った扉を引っかいたその前足には血がにじみ、扉にはいくつもの赤い線がついたわ。う、痛々しすぎるよ。なんか外が騒がしくないか。そう言われてみればそんな気が。いや、これは吹雪のせいじゃないかな。扉の立て付けも悪くなってるし。不運にも中にいる局員は、最後までこの音に気づくことはなかったわ。吹雪が。吹雪が全部悪いんだ。どうして？
どうして誰も出てこないの？時刻は深夜1時。必死に郵便局の扉の前で粘り続けたものの、誰も出てくることはなく。さらに勢いを増した吹雪は、ポチをさらに孤立させたわ。ついにはポチも途方に暮れ、どんなにやっても誰も気づいてくれない。諦めるしかないと思い。そうだ、僕が局長さんのところに戻って何とかしてあげるんだ。ポチは再び、暗闇の吹雪の中を2キロ走り、正太郎さんの元へ引き返したわ。正太郎さんの上に降り積もった雪を前足でかき分けた後、体の上に乗って、自分の体温で正太郎さんを温め始めたわ。吹雪の中にポチの鳴き声が虚しく響き、永遠とも感じられるような時間が流れ、やがて夜が明け、暗闇が少しずつ明るくなっていき、空から薄い光が入ってきた明朝。吹雪は徐々に収まり静かになった頃、ポチはあれから何時間も、正太郎さんの体の上に乗って温め続けていたわ。ポチ。おい急げ、もうすぐ鐘が鳴るぞ。待ってよ、ゆっくり歩こうよ。朝になり、真っ狩村尋常小学校の子供たちが、いつものように七八人一緒になって登校してきたわ。おい、あそこに茶色いものが動いているぞ。犬かな狐かな。あれほんとだ、なんか動物がいる。狐がいるぞ。興味津々な子供たちが近づいても、その茶色の物体は逃げることはなく、子供たちは不思議に思いながらそーっと近づいてみると。あれ、この犬郵便局のポチじゃないか。本当だポチだ、局長さんのところのポチだ。いつものポチなら子供を見つけると、真っ先に笑顔で尻尾を振って近づいてくるはずなのに、こちらを睨みつけるように身構えた姿を見て、子供たちはおかしいことに気がついたの。どうしたんだポチ。お前いつも局長さんと一緒なのにどうして一人でいるんだ？そう声をかけて、撫でようとした瞬間。わ、どうしたんだポチ、様子がおかしいぞ。びっくりした男の子が立ち上がろうとしたとき、雪の中に、正太郎さんの黒い帽子を発見したわ。ああ、局長さんの帽子だ、局長さんが倒れてる。本当だ、局長さんだ。局長さん、もしかして。子供たちは、すぐに郵便局に駆け込み、何が起こっていたのか、大人たちにすべて伝えたわ。若い局員さんが、すぐに現地に駆けつけたものの、ポチは、局員さんを威嚇するばかりで、正太郎さんの上から動こうとしなかったわ。ポチは、一晩中一人ぼっちで頑張ったんだもんね。ポチ。お前、もしかして一日中。局員さんは言葉が出なくなり、ただ立ち尽くして溢れ出す涙を抑えることしかできず、やがて、正太郎さんの奥さんや村の人たちも集まり、正太郎さんがすでに亡くなっていることを知らされ、ポチの必死な看護も虚しく、最愛の飼い主である正太郎さんは天国に旅立ってしまったわ。どうして、こんなにポチは頑張ったのに。一通の電報を配達するために出かけた正太郎さんと、吹雪の中、命がけで飼い主を温め続けたポチの忠犬ぶりは、北海道中の話題になり、正太郎さんが亡くなった5日後、大正7年1月22日の北海タイムズでは、忠犬ポチを称える記事が掲載されたわ。ポチが欲しいのは、称賛の言葉じゃなくて、正太郎さんの声だったはずなのに。現代では、スマホ一つあれば遠くにいる人にもメッセージは送れるし、飛行機やバイクなどの交通機関も発達したおかげで、郵便の苦労も少なくなったけど、郵便ができたばかりの頃は、こんな風に命がけで仕事に当たった局員もたくさんいたのよ。本当に今と違いすぎて、想像もつかないぐらい大変な時代があったんだね。東京の千代田区にある定心総合博物館には、郵便の歴史や郵便についての本や資料がたくさんあり、その資料の中にある郵便遭難碑という本の中には、他にも郵便中の事故について記録が残ってるわ。吹雪の中で凍死してしまった人の記録、手紙の配達中に強盗に刺されて亡くなった人の記録なんかも、現代で便利な郵便も、長い歴史の中でそういった出来事があったことを忘れてはいけないわね。そうだね。便利になると、それが当たり前になって、どんどんもっと便利にしたいって気持ちが出てくるけど、いろんな人たちの苦労の積み重ねで今があることを忘れちゃいけないね。話を戻すと、正太郎さんが亡くなり、真っ狩郵便局の局長は、息子の正夫さんが継ぐことになり、若干18歳という、とても若い郵便局長が誕生することになったわ。息子さんが、お父さんの意思を継いだんだね。
おいポチ、配達に行くぞ。ポチは、マサオさんのことも大好きだったけど、やはり以前よりも少し元気がない様子で、大好物のチーズをもらってもどこかぼーっとして、風と雪が激しい日はじっと空を見つめるようになったわ。やっぱりポチは局長さんのことを思い出しているんだろうか。こんな風に風の音を聞くと、局長さんがどっかにいる気がするんでしょうね。やっぱりまだ、局長さんのことを忘れられないんだ。その頃には、でんぷんケーキの影響もあって、まっかり村も大きくなり、もともと、郵便局の他に2店しかなかった村には商店が栄えるようになった頃、春先に、一通の手紙がまっかり郵便局に届いたわ。何の手紙なの？その内容は、マサオさんの人生の中で、一番頭を悩ますものだったわ。手紙の差出人は、札幌にある札幌法音学園の園長先生小池久一さんから届いたもので、その手紙の内容はというと、私の学園は秋に創立されたばかりでございます。いわゆる不良少年、と世間から白い目で見られている子供や、非行少年を立ち直らせ、真の人間として新たな出発をさせるための共同生活を送っています。昨年の1月、北海タイムズでオタクのポチのことを知り深く胸を打たれました。そこでたってのお願いがあります。ぜひポチを私どもの学園に譲っていただきたいのです。お父君が慈しまれた愛犬を突然いただきたいのと申すのは誠にぶしつけなことではありますが、ポチを当学園に預からせていただき、すさんだ子供たちに思いやりの心を育てたいのです。ポチと子供たちが触れ合うことによって、生きとし生ける者たちが助け合う心を育てたいのです。これってポチをくれってこと？世の中には、なかなかめちゃくちゃなお願いをする人がいるんだね。まあ確かに、この手紙だけを見るととんでもないお願いに見えるわね。でも、この手紙の送り主である小池さんは、とても素晴らしい人格者なのよ。確かに理念は素晴らしいんだけど、一体どんな人なの？この札幌法音学園は恵まれない子供たちに一生を捧げようと心に決めた小池久一さんが、自分の財産を投げ打って、いろんな人たちの協力によって設立された学園で、小池さんはもともと長野県の松本村に生まれ、家業は衣類を扱う卸問屋をしており、比較的裕福な家庭で育ったものの、9歳の時に母親を、10歳の時に父親を病気で亡くしているの。そんな小さい頃にお父さんもお母さんもいなくなっちゃうなんて。お店も潰れてしまい、兄弟3人はおばあちゃんの家に引き取られたものの、恵まれた生活から一転、貧しい生活になってしまったわ。それから小池さんはまだ10歳の頃にお店に住み込みで働くでっち奉公をすることになり、どんな辛いことがあっても商売のやり方を覚えるまでは歯を食いしばって頑張ろう、そう心に決め、一生懸命働いてもらったお金をできるだけ節約し、コツコツと貯金をして、困っている人を見かけたら貯金を崩してでも助けてあげるような、とても優しい心の持ち主だったわ。そんな小さい頃から頑張って貯めたお金も使って人助けするなんてめっちゃいい人だ。そして23歳になった頃、北海道の函館に渡り、恵まれない子供たちの施設が作られていることを知り、自分も困っている人を救う仕事がしたいという強い思いから、社会福祉について必死で勉強をし、1908年明治41年の冬、小池さんは一人の非行少年を連れ、現在の札幌法音学園の先駆けとなる北海道町立眼科院の看板を掲げ、奥さんと共に恵まれない子供たちのために人生を捧げることにしたのよ。血もつながっていない子供たちにここまで優しくできるなんて。手紙の内容はびっくりしたけど、本当に人間思いの人なんだね。小池さんも両親を亡くして、小学校にもたった9ヶ月しか行けなかった辛い少年時代を過ごしていたから、同じように恵まれない子供たちに手を差し伸べずにはいられなかったのかもしれないわね。だからこそ子供たちに人を思いやる気持ちを育てるにはどうすればいいか、と考えた結果、動物たちと触れ合わせるのが一番だと考えて、マサオさんにダメ元で失礼な手紙を送ったのでしょうね。手紙に書いてある内容を見て、マサオさんは頭を悩ませたわ。恵まれない子供たちに一生を捧げる小池さんの力になりたい。いやでも、ポチは父さんの形見でもあり家族でもあるから。お父さんが、心の底から愛し可愛がった家族のポチを札幌の遠く離れた町に送ってしまうのは寂しく、返事を保留することにしたわ。返事をせずに2週間ほどが経った頃、また小池さんから手紙が届き、直筆の熱心な手紙を読んで根負けした正夫さんは母親に相談して、子供たちを救ってほしい、ポチに第二の人生を歩ませてあげたい、そう考えてポチを札幌法音学園で預かってもらうことにしたわ。まっかり村にいたら、
正太郎さんのことを思い出しちゃうから、その方がいいのかな。1919年大正8年5月、真っ赤郵便局の前に、1台の馬車が止まり、馬の稲鳴きを聞いたポチは飛び起き、郵便局から出てきたみんなが自分を見ていることに気づいたわ。いや、こんにちは。君がポチだね。そこにいたのは、札幌邦音学園の園長である小池さんで、ポチは、その人が新しい飼い主になることはつゆ知らず、キョトンとした顔で、小池さんの顔を眺めていたわ。それからしばらく、正雄さんと小池さんが話し込んだ後、郵便局から出てきた正雄さんが、ポチいいか、これからお前は札幌に行くことになるんだぞ。お前を待ってくれているたくさんの子供たちがいるんだ。そこでたくさん愛されて幸せになるんだぞ。いいな、ポチ。郵便配達に行くと思っていたポチは、またキョトンとしていたわ。ポチからしたら何が起きてるかチンプンカンプンだよね。でも、正雄さんの真剣な眼差しを見て、次に自分が取るべき行動を自然と理解したわ。ポチ、さあ乗るんだ馬車に。正雄さんは、声を震わせながら、園長先生の馬車に乗るように促し、ポチが乗ったことを確認すると、ポチ、元気でいるんだぞ。札幌に行ったら必ず会いに行くからな、おいポチ。正雄さんも奥さんも職員さんも、ちぎれんばかりに腕を振って、ポチの門出を見送ったわ。札幌でも元気で頑張るんだよ、ポチ。8歳になった北海道犬ポチの第二の人生の始まりね。札幌邦音学園にやってきたポチのお仕事は、授業の鐘を鳴らすことで、長い紐を口にくわえて一生懸命働くポチの姿を見て子供たちも明るくなり、毎日みんなと一緒に遊び、たくさん撫でられたことで、次第にポチは元気を取り戻していったわ。無事に馴染めたようでよかったよかった。季節は巡り、ポカポカと日差しが差し込む春になった頃、ポチは教室の隅っこで日向ぼっこをしたり、充実した毎日の中で局長さんの死を乗り越えていき、やがて2年の歳月が流れ、立派に立ち直った少年たちが学園を巣立っていく姿を寂しく見送っていたわ。ポチ、お前がいたおかげで毎日楽しかったよ。卒業してからも元気でいろよ。俺も時々会いに来るから。学園を去っていく少年たちは、みんなそれぞれポチにそう語りかけ、そこには、すさんだ非行少年の面影はなく、思いやりの気持ちを持った立派な人間に育っていたわ。ポチがこの学園に来たのは運命だったのかもしれないね。年号が昭和に変わった1926年の秋が終わろうとしていた頃。おや、ポチどうしたんだ、元気がないな。体の丈夫な北海道犬のポチももう17歳。人間で言えば100歳以上のおばあちゃんになっていたわ。その時代にそこまで長生きするなんてものすごいことなんじゃ。獣医さんがやってきてもなかなか元気にはならず、やはり年には勝てない様子で、園長先生もポチの体を撫でながら、残りの命もそう長くないと覚悟をしていたわ。それから毎日、学園の先生たちは交代でポチを見守り、夜には園長先生と奥さんが体をさすって見守り続け、懸命に支え続けたわ。頑張って、ポチ。それから3ヶ月、12月になり、綿雪が舞うようになっていたわ。年のせいもあり、体調が戻ることはなく、寝たきりになっていたポチの容態が急変し、学園で暮らしている生徒たちはみんな心配で集まり、ポチを励ましていたわ。ああ、ポチ、元気になって、頑張って、ポチ、立ち上がるんだよ、ポチ。子供たちはポチを囲うように集まり、必死に励まし、元気になってくれとひたすら祈り続けたわ。息をするのが精一杯の様子のポチは、子供たちの期待に応えるように立とうとするんだけど、次の瞬間ガクッと倒れ込んでしまったわ。ポチ、ポチ。ポチは、うつろな瞳で子供たちを見つめ、みんな、今までありがとう。そう言ってるような、寂しそうな泣き声を最後に上げて、天国に旅立っていったわ。ポチ、今までよく頑張ったね。昭和元年12月4日、ポチは、7年半を過ごした学園の子供たちに見守られながら最後を迎え、子供たちもみんな涙を流して、ポチの死を悲しんでいたわ。ポチは、思いやりの心をみんなに残してくれたんだね。郵便局長を命がけで守り、学園の子供たちに生きる勇気を与えてくれたポチを、なんとか後世に残したい。そう考えた小池さんは、ポチを剥製にして学園に置くことにしたわ。その剥製は、学園の教室に置かれ、ポチの銅像も、学園の庭に建てられ、ポチは、
天国に行った後も、学園の隅で、ひっそりと子供たちの成長を見守り続けたわ。すごく、立派な一生だったね。変な生き物チャンネル。以上が郵便犬中堅ポチ公のお話よ。ハチ公の話はよく知っていたけど、こんなに素敵なワンちゃんがいたなんて、僕全然知らなかったよ。最初にパクリだなんて言ってごめんねポチ。この話は、北海道の人なら知ってる人が多いけど、中堅ハチ公も同じく今から約100年前ぐらいの物語だからね。知名度でハチ公の方が有名になったけど、どちらも素晴らしい中堅だったことに変わりはないわね。ポチの剥製は、今でも学園に飾ってあるの？札幌法音学園で剥製になっていることを知った帝神総合博物館の館長は、ポチは郵便の歴史に残る素晴らしい犬です。ぜひ博物館に展示して日本全国の人にこんな時代があったことを知ってもらいたい。という申し入れをして、札幌から東京にある帝神総合博物館に運ばれたわ。まさかの東京進出？それから数十年後の1987年の秋、北海道真狩高校の3年生が修学旅行で東京に訪れた時、東京に自分たちの故郷で活躍した犬がいるという話を聞きつけた高校生たちが見学に来て、東京でポチに会えたことに感動した高校生たちは、ポチのことを思い、正太郎さんと一緒の地元に戻してもらった方がいいんじゃないかと考え、ポチをふるさとへという意見書をまとめて村役場に働きかけたわ。確かに真狩村のアイドルだし、大好きな正太郎さんもいる村に戻るのがいいのかもね。でも、高校生たちがそこまで働きかけるなんてなかなかすごい。そして、1987年昭和62年、実に70年ぶりにポチは、故郷である北海道真狩村に帰ることになったわ。お、みんなの思いが伝わったんだ。真狩村に戻ったポチは、まず養鶏ふるさと館に展示され、現在は真狩村公民館で村人を見守り続けているわ。天国で正太郎さんに会えているといいな。そして、ポチの第二の人生を過ごした札幌法音学園は、2018年に100周年を迎え、現在では、知的障害のある子どもたちの支援施設として、100人以上が共同で生活する施設として残ってるわ。お、100年も続いてるなんてすごいね。当時の庭の一角に置かれた石像は、ポチの話をラジオで聞いた石材屋さんのご厚意によって建てられ、一時は、台風の被害で石像部分が壊れてしまったものの、現在は立派に復活したポチ像を見ることができるわ。ポチの活躍はいろんな人の心に残ったんだな。今でもこの中堅ポチ校のお話を聞いた人が学園に来ることもあり、人々に与えた影響は計り知れないわね。そしてこの中堅ポチ校のお話は、郵便犬ポチの一生というタイトルで振り仮名付きの書籍も出ており、他には絵本なども出ているから、ぜひ小さい子に読んでほしいわね。たぬきさんにはこっちより絵本がちょうど良さそうでちゅね。振り仮名付きの本なら僕だって読めるし。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。